知った。あー好きな天気なんですか。あー好きな天気天気天気だいたい晴れだろ。でもさ思ったんだけどさ、まつりさ最近考えてることがあって聞いてくれる。お聞く聞く。それさ、それ前に団長に言ったやつですか。それあそうそうそう、何何なんか嫌な予感がする。ずっと考えてね結果が出ないんだけど、あのさ晴れの日っていい天気って言うでしょ。うん、じゃあ雨の日なんて言う。ちょっと気持ちが曇る天気とかさ、悪い天気とかさ、天気悪いねとか言うじゃん。誰が決めたのって思ったことない。いやどうした地球ってなんだろうみたいなレベルじゃないですか。今それはね常に考えているの。やんでんの松先輩。だってさ、農家の人からしたらさ、雨はいい天気だしさ、恵みの雨ってですね。誰が悪い、いい悪いって決めたんだよって思わない。それはあれじゃない、あの、まあ好きな人と嫌いな人の割合の問題では。あ、雨みんな嫌いってこと。あんまり好きな人は。うわ、だって傘さすのめんどくないですか。でもさ、でもかなたん、え、傘を忘れたふりしていったら、うん、ね、うん、ラミーちゃんとアイアイ傘ができるんだよ。いや、いいよ別に。おい。ねえ、どういうことですかそれ。なんかいいらしい。いいやろ。アイアイ傘しようぜ。アイアイ傘か。でも